鳥取市営サッカー場は、鳥取県鳥取市にある、サッカー専用の球技場である。施設は、鳥取市が所有し、一般財団法人鳥取県サッカー協会が、指定管理者として、運営管理を行っている。愛称は、バードスタジアム。なお、鳥取市に本社を置く、株式会社アクシスが、命名権を取得しており、2020年4月1日から、 アクシズ・バード・スタジアムの故障を用いている。1995年会場。愛称、バード・スタジアムは、所在地、鳥取と、羽ばたく鳥をイメージして命名された、中国地方唯一のサッカー専用スタジアムである。周辺に他が多い環境に立地しており、田んぼの中という形容が、メディア報道でなされることがある。もともとは、インターハイのサッカー会場のため、 収容人数3000人程度、メインスタンド以外は芝布石の予定だったが建設時期が J リーグ開幕と重なったため J リーグ開催規格を満たすスタジアムへと計画変更された。このほか路面が土のサブグラウンドが隣接しており、ガイナーレのホームゲーム開催時には専用駐車場として使用されている。収容人員は、 J1 基準を満たす16,033人、収容であるが、消防条例上のキャパシティはそれよりも実際には、少なく、J1 基準を満たすには、さらなる収容自民の増加が必要になるため、2013年度は、J2 ライセンスのみしか取得することができなかった。ガイナーレがスポーツ振興区時の助成を受けて、回収するように、鳥取市側に要請している。なお、 2014年度に、ガイナーレが J2 リーグに残留するという前提のもとで座席を3000人分増設する計画が予定されていたが、J2JFL 入れ替え戦で、か田マーレサヌキに敗れて、J3 リーグへ降格することが決まったことを受けて、鳥取市は増設工事の実施を見送ると発表した、鳥取市教育委員会が明かした当初計画。によると、座席の増設は、 バックスタンドとホーム側を園席のゴール裏のそれぞれ後方に設置し、スタンド全体をピッチにせり出す形での増設を想定し、事業費3億9000万円のうち2億7000万円をスポーツ振興区時の助成金で残りをバードスタジアム国際交流基金で賄うとしていた。また、J リーグライセンスでは、 スタジアムの屋根布施設及びトイレの数についても微等級の審査対象としているが、いずれも提示した基準を満たしていないため、ガイナーレ鳥取ト,トリに対し改善計画書の提出を求める制裁処分を課した上で、リーグライセンスを発行する事実上の条件付き交付を行っている。なお2016年度のライセンスについては、 ガイナーレの債務超過が膨らんでおり、A 等級の財政面の高に抵触し、ライセンス交付が認められない可能性があるとして、J2 以上のライセンス申請は見送っている。ガイナーレの、ホームゲームでの横断幕の設置スペースについては、メインスタンド最前列、ホームゴール裏、アウェーゴール裏に限られており、広告スペースや、リボンビジョンの設置の関係で、バックスタンドへの設置は、 不可となっている。バックスタンドから撮影した鳥取市営サッカー場のパノラマ。メインスタンドには相性の羽ばたく鳥をイメージしてデザインされた屋根が仮設されている。ガイナーレのホームゲーム以外では以下の通りである。鳥取市は2007年10月1日から11月30日まで命名権を公募していたが期間中には応募者が現れず、 締め切り後の12月4日に鳥取市に本社を置く地方銀行の鳥取銀行が命名権を取得し2008年1月17日に契約に調印した2008年4月1日から3年間の契約で鳥銀バードスタジアムの故障を使用することとなり鳥の翼を模したシンボルマークも制定されたその後2011年2014年 2017年と同条件で鳥取銀行と契約を更新し、2020年3月31日まで続いた。鳥取銀行は2020年の命名権、契約更新時に契約更新を見送り、鳥取市では2019年11月1日から11月29日にかけて新たな命名権者を募集。4社から応募があった中で鳥取市日本社を置き、 システム開発、IT コンサルティング等を手掛け、ガイナーレ鳥取のユニフォームスポンサーでもあった、株式会社アクシスが優先交渉権を獲得。2020年1月24日に契約調印を行った。新たな命名権名称は、アクシスバードスタジアムで、契約期間は2020年4月1日から5年間、契約額は年500万円。 当サッカー場の建設竣行に際して当サッカー場で行われる各種球技やイベントの開催を通して子どもたちの国際感覚情勢と世界への情報発信を目指すことを目的としてバードスタジアム国際交流基金が設立された基金増税額は鳥取市、鳥取県でそれぞれ2億円ずつの4億円このうち2002年には ワールドカップに出場したサッカーエクアドル代表のキャンプ地としての招致経費として6300万円を取り崩し、2010年に J リーグに加盟したガイナーレ7000万円の助成が行われた。また、前述のように蒸気基金を全額取り崩した上で、2012年度以降、スタジアムの施設回収が随時行われている。 ABCDEFGH 施設詳細の概要鳥取市2013年10月9日閲覧座席ガイド公式サイト2013年10月9日閲覧チームではこれを協商ビジョンと命名 J2 日記鳥取偶然のメッセージハット AB バードスタジアム国際交流基金全額取り崩し回収日本会 新聞2012年3月6日付けがいなあれ、鳥取、田んぼの中の敗者復活戦念願の J 賞格。月給20万円弱の若手、戦力外通告を突きつけられた、元日本代表の男たち、小宮義行現代ビジネス。2010年12月11日、j 2日記、鳥取、田んぼの中のスタジアムに込められた思い。前編、ジェーズ。 ゴールガイナーレトットリリリース AB 観客席3000増設へ取り銀バードスタジアムスタジアム増設見送りガイナーレトットリ J に残留できず3期連続赤字内視は単年度の債務超過に陥っていないことが義務付けられているためこの基準を充足していない場合は原則として J リーグからの脱退処分となるガイナーレトットリ 運営マナールール、なでしこジャパンノルウェー女子代表との対戦が、決定、11、11鳥取、鳥取支援サッカー場、バードスタジアム、日本サッカー協会、http コロンスラッシュ www.jfa.jp スラッシュ nadeshiko japan2018 ニュース、00018925、2018年10月18日、閲覧。鳥取市営サッカー場、バードスタジアムのネーミングライツスポンサー契約調印式について、鳥取銀行。 h t t p w w w t o t o r i b a n k c o j p t o r i g i n n e w s 2 0 0、hmm like、8 0 1 1 1 2 h t m 2 0 1 3年10月9日閲覧。トリリン、バードスタジアムの、ネーミングライツスポンサー契約調印式について、鳥取市、鳥取市 A バードスタジアム。 新スポンサー募集長銀河、命名権契約解除、鳥取。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20191113スラッシュ ddl スラッシュ k31 スラッシュ010スラッシュ 331000c2020 年2月11日閲覧 バード・スタジアム・ネーミング・ライツ優先交証券の獲得のお知らせ。株式会社アクシス。2020年2月11日閲覧。鳥取市営サッカー場。バード・スタジアム・ネーミング・ライツ契約スポンサー企業の募集について。鳥取市教育委員会事務局障害学習。スポーツ課。2020年2月11日閲覧。AB ・アクセス。公式サイト。 2013年10月9日閲覧。AB、鳥取市営サッカー場。日本プロサッカーリーグ。2013年10月9日閲覧。ABC、鳥取市営サッカー場。ガイナーレ鳥取。2013年10月9日閲覧。平成22年度、一般会計補正予算説明資料。 バードスタジアム国際交流基金取り崩しについて47ニュース。僕を必要としてくれた高原が、契約書に、サイン2002年12月22日掲載、J2、第44節岡山 VS 栃木。ジェ j ズゴール、2013年10月9日閲覧、J3 の新たなジンクス ?2014 年に開始後、3度同じスタジアムで優勝が、決定、激坂、 h t t p s コロンススララッッシシュュ w e b g e k e i s a k a j p スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ232413から232413フロリダ2017年12月3日閲覧ありがとうございます